パーティーボリューム1ということで、ちょっと運命を感じまして、あのデカさんにですね、ピチピチおこぱももちゃん出てもいいってあの結構ギリギリにですねお願いをしまして、ねギリギリだったね、あのいいよって快諾してくださって出させていただけることになりました。名前のゆかりにあるこのねピーチーロコドルパーティーに出演できてとっても光栄です。ありがとうございます。桃の名産地和歌山に桃ちゃんが来たぞ。あ、こんな喋り方してるんですけどね、普段こんなんじゃないんですよね。でも今日はせっかく岡山のさゆまっちちゃんに作ってもらった可愛い衣装なので、可愛い私を貫き通そうかなと思っておりますので、あのボロが出そうになったら止めてくださいもう出かけとるんやけどね。はい、では次の曲に行こうかなと思うんですけども、皆さんもうね多分今日だけでもすでに何回か聴いてる曲なんですよ。でもかぶるからやめとこうってやめるんですけど、どうしてもバレンタイン近いからどうしても歌いたくってこの曲を選びました。あのまあなんだろうな、乗る練習として楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。手拍子とかコールとかね、できる範囲でやってくれると嬉しいです。では次の曲よろしくお願いします。初恋サイダー。キスをあげるよ今気づいた想い、どんなことばれも足りないから。ワンツーシーファー、愛愛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 
これね、さっきもねカピューズさんが言っててね、えー、かわいいねって裏でしてたんですけど、もうボロが出たね。かわいいなって思いながら、この曲ね、もうロコパ定番ですよね。みんな乗れる感じだよね。でも知ってました？これ本家ハロプロの方ではですね、イエッタイガーないんですよ。そうなくて、地下アイドルのコピーってかカバーの文化なんです。だからハローのイベント行ってイエトラやったら、なんやこいつって目で見られるので気をつけてください。はいはい。でちょっとここら辺で告知をさせてください。ツイッターを見てる方はなんかこういろいろお察ししてる方もいらっしゃると思うんですけど、なんと私岡山のラピエールさんで不定期で開催させていただいているプリモエールというメイド喫茶にて第2期生としてメイドさんさせていただくことになりました。ありがとうございます。ついに憧れの、ね、メイドさんとしてお給仕できるので、もしよかったら皆さん、ね、私のお給仕できる日にご帰宅していただけるととってもとってもとっても嬉しいです。よろしくお願いします。その時にはね、お名前が、ちょっと、世界線が変わるので、ちゃんももっていうお名前でさせていただいております。ちょっと、ね、世界線がね、違うのでね、終わり、さん、わかった人、わかった人おらんなさすぎてやばいけど、まあ、ちょっとまあ、同じ人やけど違う人やからっていうこと思って会いに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、あとね、何話そうとしたんかいね。あ、そう、この衣装ね、可愛いじゃないですか。可愛いからちょっとマイクにもね、リボンつけたんですよ。可愛くないですか？可愛い。可愛いでしょ。これね、自分で作ったんです。ことの発端は、私が推しのライブ見に行った時にね、ペンライト普通に持ってるじゃない、こうやって持っててもさ、まあ、こんだけ持ってたら目立つよ。この数は強いよ。これは目立つけど、でも1本とか2本とかだとさ、あんま目立たないじゃない。でもペンライトにリボンつけてみたの。そしたら推しに、あのリボンつけてた子だよねって認知されたんですよ。わかる？言いたいことわかる？つまりこれ、あなたの希望があればお作りいたします。推しに認知されたい方、ぜひリクエストをください。お願いします。こんな感じで、これはちゃんももイメージです。私ではなくちゃんももです。かわいい、かわいい子のイメージです。はい、ね、永遠の二十歳なんでね、ね、ゆうかりん永遠の二十歳だもんね、ね、ね。はい、皆さんね、来週の12日はスナックゆかりに集合です。はい。ではここら辺でね、雑談を終わりにして最後の曲に参ろうと思います。ありがとうございます。なんか今日あれやね、声高めやね、みんなどうした？ありがとうございます。では最後の曲、いつもの合言葉2をやらせていただきます。もしよかったらね、ゆったりまったり聴いてってください。よろしくお願いします。
ピーチロコポムね、中盤戦です。後半戦楽しみ。